です。ルイスです。リセットルイスです。今日はあの念願の休日ということで、わーい、ハイエクサイテッド、I'm so excited、 今日何する？今日はあのルイスの念願のね、お休み土曜日なので、ルルちゃんと一緒に水族館に行きます。初水族館だ。初水族館。ルルちゃんがね、あの1ヶ月の時にね、みんなで動物園に行ったんですけど、次は行くなら水族館だねって言ってて、あのやっとね、あの今日水族館に行けることになりました。で明日はね、あのルルちゃん4ヶ月の誕生日なんですけど、ちょっと4ヶ月になる前にね、ちょっと最後に水族館行ってこうということで楽しみだね。本当に楽しみ。 I can't wait because I think、hopefully she's going to be really interested in looking around at the animals and、at all the fish becauseRecently she's been like looking around a lot. あ、そうだね。だから本当に生後1ヶ月の動物園行った時は多分何も分かってなかったかもしれないけど、今は視力も上がってきてるし、物を目で追ったりっていうことがすごい増えてきてるから、結構ね、魚とか目で追ったりして可愛いんじゃないかなと思いますね。すごい楽しみ。喜んでくれるといいね。起きてるといいね。起きてるといいね。なんか動物園に行った時、ちょっと寝たね。あ、そう。でもあの時はもうほぼ1日寝てたじゃん。でも今は結構日中起きてる時間が多いから、Like usually, like before she was born, like we are like excited for the weekend so we can get out and do stuff for us. But then now you are really excited for doing stuff for her. Yeah. I'm really excited for her to go somewhere and just like be able to enjoy it. I'm sure you're gonna enjoy it too, though. Oh, I'm gonna enjoy the fact that she's enjoying it. Yeah, me too. I really can't wait. Yeah. そんな感じね。うん、本当に最近そんな感じだよね。うん、本当に。なんか。Every time when we go out, we are excited for her. そう。うん。毎日いろんなところに連れてって、いろんなね刺激を受けてね、賢くてね、あの楽しくて明るい子に育ってほしいなと思いますね。今日行く水族館は富山県の魚津水族館です。なんかいつもね、能登島水族館ばっか行ってるから。そうだね。うん。だから富山県の水族館に今日は行ってみようと思います。なんか日本で最古の水族館らしいよ。すごい楽しみね。楽しみ。じゃあちょっと楽しみに行こうと思います。でその前にね、ちょっとルルちゃんとみんなでランチに行こうと思います。なのでちょっと富山県のランチに向かいます。リセットルイス、はい、ランチ食べに来ました。本当に美味しそうね。美味しそう。ランチは何ですか？今日ご飯とハンバーグとレンコンと、これはイチゴアイスです。めっちゃ美味しそう。全部めっちゃ美味しそう。イチゴアイスじゃないから。いちごアイスじゃない。びっくりでしょ、さすがに。ここにいちごアイス急にいたら。でも見えるよね。うち出てるよ、ちなみに。車の中からずっと爆睡なんだよね。そうだね。かわいい。爆睡して。ルイス抱っこしたままがいい？いいですか？いいですか？いいよ。ありがとう。幸せそうだから。I've been able to do this for a while. そうだね。So,So excited! Like, I'm having so much fun already. Yeah. ありがとう。幸せそう。いただきます。リセットルイス。はい、到着しました。魚津水族館。Where are we, huh? Where are we? 起きた。起きてるね。イエーイ、着いたよ。この時のためにたくさん寝だめしたので、今からずっとお魚見ようね。今日は。スカブーの帽子とお洋服セット、これ私のお母さんからプレゼントしてもらったやつ、ね、よし行くぞ。うわ、サメだ。サメ、うわ、でかでかっ。ルルちゃん見えないもの、パパ見ないって。でも中に見えるやつあるかな。よし、涼しいとこ行こうか。そうしよう、行こう。うわ、見てる、見てるんじゃない。ほら、ここに、すごい近い近い。イエーイ、嬉しいね。ルルちゃんさ、石川動物園に見たときはさ、ミルク飲みながら爆睡してたよ。だね。だから初めて見るのかな。パパに別に見なくてもいいよ。見なくてもいいよ。次に見て。うん。嬉しいね。楽しそう。She's waving. Did you see? Look. Waving. ごめんね。見えないから抱っこしよう。抱っこしてくれって、もっと見てほしいなって。ベビーカーちょっと低いもんね。Can you copy? Can you go? Can you go? えって顔してるよ。登って OK だって、行け。あ、いたいた、魚魚魚いた魚。ねえねえ、見
つけてる魚、ルルちゃん。じゃあ魚来るよ、今見ててね。あれ魚いる、魚ルルちゃん一番好きな魚いるね。嬉しいね。でかっ。ちょっと待って、魚はどれでしょう。魚じゃないです、私パパ。やっぱね、パパ大好きだ。パパ見て笑ってるもん。楽しそう、よかったね。イケメンパパ、かわいい。あ、こっち。見て後ろ、魚捕まれてんだけど、なんかもうペットみたいになってない？めっちゃ懐いてない？魚タクシー超スローだけど、なんかもう名前ついてそうな勢いだもんね。そうだね。 I think she named all the fish。 そうかも。大好きって言ってるね。魚でもこんなことあるんだ。 It's like actually like a remote control fish。 そうそうそう、じゃないもう。彼氏やん。彼氏魚でもいいの、将来ルルちゃんの。魚だけ。 Trying to get her idea。 Yeah。Look, look how pretty they are. You can be your boyfriend sometime. すごいね。Fish everywhere. 楽しそうだね。どう？楽しそう。めっちゃ周り見るよね。めっちゃ見てるね。気になるね。よだれがすごい出てる。うん。食べたい。美味しそう。美味しそうだね。この生活感いいね。あ、いいと思う。Even the diver was like waving and stuff. And, yeah. さっきさ、あの注意書きにさ、あの40年間愛用してたあの波を人工で作る機械が壊れましたって、自力で波を起こしますって書いてた。What's your job? I make waves for the aquarium. はい、ミルクもらってます。ミルクの時間ね。よかったね。よかった。これを飲んだらもっと見れるよ。How are you enjoying it so far?Me? Yeah. I'm loving it because she's enjoying it so much. Yeah, I'm glad she's looking around, yeah. Do you think she'll remember in the future? That's not. 水族館。絶対覚えてね。ピシトルイス。ああ、魚になる人はここから入ってください。だからさっきのあのダイバーの方はこっから降りてったってことだ。なんか怖くない？あ、ごめんごめん、そっち。子育て熱心なアイフィンガーガエル。言う。あ、そう、子育て熱心。Like being able to like just cling onto glass. This is the only frog in Japan that look after their own child. え、本当？他はベイビーシッターする？他はだいたいベビーシッター雇ってるけど、この子はあの自分でやるらしい。偉いね。フォトブース。上から被るんだよそれ。あ、そう。おお、いいね。it's like one of the, you know, when it's like Miss Universe. Miss Marine. Extreme Marine Mother. This is a donut. なんか魚は流れに逆らって泳ぐらしくて、これはあの流れを作れる機械なので、パパ頑張ってください。小学生以上。頑張って、ルルちゃん見たいって、流れに逆らって泳ぐ様子を。おー、頑張れ、まだいける、まだいける。おー、まだいける。うん、本当にこっち行ってるわ。みんなちゃんと流れに逆らってるよ。
フォトブースその2 あー入った泳いでる Can you please?一番可愛いウォータータンク。あ、違う、ルルちゃんがいるから。違う。友達のイカ。Look, he wants to shake your hand. Yeah. 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 泳ぐの上手だね。ルルちゃんも上手だよ、泳ぐの。うわー、かわいいね。出てきたよ、ひなたぼっこ。かわいい、かわいい、かわいい。うー、Let's go! お土産屋さん来ました。かわいい。かわいいね。イルカ、いなかったけど。いなかったけど。いい音するね。うん、いい音。なんか脱出できるって感じで。で、ここのお土産屋さんすごいね。なんかいろいろさ、ちょっと関係ないやろみたいなものもいっぱいある。これもなんかブラックバスの置物とかすごい、なんかサーフボードとかもあるよ。そうだね。おいしそうね、もういっぱい。おいしそうね。おいしそうね。食べたい？こっそり食べてみる？こっそり食べてみる？こっそり食べてみる？ダメだね。見てハートスプーン。あ、頼んだよ。え？頼んでくれた？頼んだ。そんなことない。いいかも。持ってきた。送り詰め。これから食べるもの全部送り詰め。That's really, really good. Right. I knew it was going to be good. I knew it was going to be good, but I did. For some reason, I expected it to be like frozen, but it's like fresh and delicious. Really, really good. Luisa, just bought the ticket to the zoo. You want to keep the ticket, right? So, 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 so. You don't need it. Put it in the scrapbook. Can we have her? First time going to the. First time going to the aquarium. So what I did, you said that it's the first time you went to the aquarium.電子つまみか、女の子か。いいよ、行こう。そっか。何回も。汗かいたので着替えましたね。Yeah, a bit sweaty. It was quite hot, wasn't it? Hot day. Let's cool down a bit. リセタルイスです。はい、ちょっとね、帰りに海王丸パークちょっとお散歩に来ました。さあ、楽しむぞお散歩。ちょっとね、ルルちゃんのパパ雨男だから雨降ってきた。ごめんなさい。お散歩しましょう。どうしよう。嬉しそう、よかった。うわ、あれが海王丸かな。で、ここの橋がめっちゃ綺麗だった。ここ渡ってきたけど、すごい綺麗な橋でした。見えんかも。え、抱っこしないとかも。じゃあ帰りに抱っこしよう。いいよ。抱っこしたいだけじゃん。もうしたい。わあ、すごい、なんか線の数がすごいね。見てる？見てる？どうですか？すごいね。うん。昔の船はこんな感じでした。乗りたい？乗りたいね。乗りたいね。パパも乗りたいの。でも今はね、この帆船も使われなくなってきたからね、こう珍しいね。そう、珍しい。見てますか？どうですか？あ、ちなみに船乗ったよ。あ、そうだよ、北海道行くときにクルーズ船に乗ったよ。その時ルルちゃんお腹にいたんだよ、覚えてる？楽しかったね。覚えてる？わあ、なんかイルミネーションみたいな感じ、カラフル。 Can you see the colors? ちゃんと見てるよ。どうですか？めっちゃ楽しいって。よかったです。綺麗です。よかったです。すごく綺麗です。リセタルイスです。はい、お家に帰ってきました。めちゃくちゃ楽しかった。最高だったね。最高だった、本当に。 This is amazing. I love weekends. うん。ルイスも楽しめたし、あの、私ももちろん楽しめたし、何よりね、ルルちゃんがすごい楽しそうにしててよかったなと思いますね。本当によかった、本当によかった。で、今日は土曜日、だから日曜日もある。うん、明日もある。明日もある。よかった。そして明日はルルちゃん4ヶ月。おめでとう。おめでとう。本当に早い。
明日もねお誕生日なので何か楽しいことがしたいなと思います。そうだね、本当に今日一日楽しかったし、もうねちょっと帰り、8時半とかになったんでルルちゃんのことさっとお風呂入れて、もうルルちゃんはすぐ寝ちゃったんですけど、うん、これからねちょっと2人で寝る準備もして、また明日も楽しいことできるようにね、うん、早めに寝ようね。そうだねこの動画見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。またVlog とか見たいなっていう方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ、おやすみ。おやすみなさい。